演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートで現在開催中の第2回うまいパン決定戦の私の在住している地域の代表4品を食べ比べていきたいと思います。というわけで食べ比べて自分私の中のナンバーワンを決めたいと思います。この4つとチーズがテーマということで、なんかこっちの地域は甘い系のチーズパンが多いですね。そんな中で気になるのはこのやみつきチーズ三昧です。他とはちょっと違う気がするんですよね。他はなんかクリーム、そういう甘い系が多いんですけど、なので気になるのにも楽しみですね。チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ではこのやみつきチーズ三昧から食べていきたいと思います。これ気になるな。ほら表面がちょっと焦げてて、どれもチーズの香りがしてきますね。中身はあんまり入ってるようには見えないんですけど、上の方で勝負してるのかな。ではいただきます。チーズといってもいろいろからだけど、一番おいしいのはからしれかな。最初に食べたチーズ三昧はちょっと上の方にチーズがたっぷり乗っていて、そうかな、焼いたチーズの香ばしさや風味を感じができました。ちょっと上の方に偏りすぎかなという印象がありましたね。だから下の方のパン生地に何も感じられず、上の方だけというのはちょっと全体のバランスが悪かったような気がしますので、こちらも点数とさせていただきます。でその次に食べた3種のチーズをチーズケーキに、これは中のチーズクリームがしっかりとした酸味と甘みを出していて、デニッシュ生地とよく絡んで美味しかったんです。ただもうちょっとクリームが多くても良かったかなとも思いましたので、こちらも点数とさせていただきます。そして次、こちらのチーズホイップとリンゴのパンケーキ、ふんわりとしたパンケーキ生地にチーズクリームとリンゴジャムがサンドされていたのですが、リンゴジャムが目立ちすぎてちょっとチーズの影が薄かったですね。テーマであるチーズが生かされているのはちょっと残念ですので、こちらも点数とさせていただきます。ふんわりとしたパンケーキとリンゴジャムは美味しかったんですけどね。そして最後に食べたこちらのチーズケーキ、濃厚チーズデニッシュ、クリームデニッシュはこれもちょっとチーズの風味が弱かったかなっていう気がしますね。ダイスにカットされたチーズから旨味を感じられたんですが、クリーム部分はちょっとチーズが控えめすぎて、デニッシュ生地の甘さに負けてしまっているのがありました。もうちょっとチーズクリーム主張してほしかったなということで、こちらも点数とさせていただきます。なんかうまいパン決定戦のはずなのに、どれも同じような評価になってますね。というわけで自分の中で一番美味しかったのはこの三種のチーズのチーズケーキデニッシュですね。ちょっと飛び抜けてましたね。で今回は自分の住んでいる地域のパンを食べてみました。他の地域のパンも食べてみたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編入。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。